ひき肉です。なんかさ、ちょんまげ小僧というの今。何が面白いのあいつらの。ひき肉ですとか言ってさ、こんなバカなさ、小学生ぐらいのガキがさ、ひき肉ですって言ってこんなこと、こんなね、ブーンポーズしてさ、それが流行ってんだってね。気持ち悪い。なあ、調子乗んなよ、100万、ね、最初は1000人ぐらいだった連中が、100万人の登録者が増えてはるしさ、何が面白いの本当に。俺、2回見たけど、面白いところイライラしてきてさ、何が、じゃあ何が面白いのそれの。ポーズ言い方何が面白いの紹介の仕方が面白いのひき肉は誰なのそいつは。俺は悪いけど、ね、つまらないものに対してね、別に、面白いとは言うよ。面白いものは面白いと言うよ。でも、つまらないものに対してはつまらないですよって、はっきり言ってあげるのも優しさだから。あ、もうブーム過ぎた。なら早い、いいよ。ね、いや知ってる人じゃないよ、知ってる人じゃない。何が面白いのかなと思ったわけだよ。でも、そんだけやっぱり評価されるってことは面白いってことなんでしょ？そこの部分だけまとめられてあるってことは、やっぱり大多数の人が面白いと思ってるから、俺の感覚が間違ってるんだと思いますよ。そこは。ね、素直に。数字だけで言えば向こうの方が面白いという人がいるんだし。